さん、こんにちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。本日はですね、SBC の誇る美肌ナースさんが選ぶやってよかった治療3選ということで授業をお届けしたいと思います。ということでですね、今日は SBC の誇る美肌ナースさんですよ、竹内さんと一緒にお届けしたいと思います。竹内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。湘南美容クリニックで看護師をしています竹内育英です。趣味は美容皮膚科巡りです。本日はよろしくお願いします。お願いしますということで、今日は私はですね、熱烈オファーをして竹内さんに来ていただいたんですけども皆さん見てください、この透き通るような肌、なんて肌が綺麗な、そしてめちゃくちゃ仕事のできるナースさんがいるんだろうと思って気になっていて、でそんな竹内さんはミス SBC っていう企画にも出場されてましたもんね。はい、もう2年前ですね。そうですよね。だからもう実際にもうみんなが認めるですね、お美しい方なんですが、そんな竹内さんにこの治療をやってよかったっていう本音の部分を教えていただきたいなと思っています。お願いします。よろしくお願いします。ということで、いきなりなんですが、3つのうちのまず1つ目から教えていただいていいでしょうか。はい、はい、私が受けて一番良かったなって思ってるのはフォトダブルですね。おー、皆さんフォトダブル、あの竹内さんって私初めてお会いした時から肌がなんかこう透明感があって、ありがとうございます、すごくあのこうちょっと美白ってイメージなんですけど、これはフォトダブルを受ける前からそうなんですか、それとも受けてこうなってらっしゃるんですか。私はもともと色白って言われるようなタイプではなくて、まあ、身内にも色が白い人は誰もいないんですけど、もともとは本当にファンデーションも標準色を使っていたんですが、やっぱりフォトダブルを何回もこう照射を重ねていくうちにファンデーションの色もどんどん合わなくなるぐらいお肌がすごいトーンアップして、まあ、今では一番明るい色を提案されるぐらいには肌の色は変わったかなと思います。そうですよね、はい、なんかこうよく私たちの広告で韓流肌っていう広告やってるんですけど、色ノイズがないって言い方をするんですが、まさに竹内さんってこう茶色とか赤とかそういった色のノイズがない、こう均一な透明肌でらっしゃって、今じゃあ湘南で、まあ今ステライム22でフォトダブルってメニューをメインでやってるんですけども、それは何回ぐらい OK になりました。まあ、10回まではいかないんですが、まあ、たまにあのフォト RF とかもする時もあるので、でもかなりの回数を多分重ねてるとは思います。そうなんですね。じゃあ、まあ、ある程度もう年単位で美肌を作ってらっしゃるってことですね。そうですね、基本的にはもう月1ではもう売ってるかなとは思います。なんかこうフォトってもう竹内さんぐらいシミがない方になってくると、なんかこう反応したみたいな感覚って なさそうじゃないですか。なんかどうですか、実感、効果実感。打つとなんか顔が明るくなったなっていうのはすごく実感があるのと、やっぱり赤みとか黄みがなくなるだけでもすごくお肌って透明感が上がって見えるので、それが私は好きでずっと続けています。しかもほら、湘南のフォトダブルって色に反応するフィルターだけじゃなくて、奥に熱を入れてコラーゲンを増やすモードもあるじゃないですか、はい、なんかそれやるとなんか私もやった後肌がちょっとキュッと締まった感じがして、そうですね、お化粧のりも良くなるし、はい、なんかあ、ちょっと肌良くなったかもみたいな実感ありますよね。そうですね、やっぱりなんか肌質改善っていうのはすごくぴったりな治療かなと思います。すごい。でもなんか監督もさっき驚いてましたもんね、竹内さんの肌見て。本当ですか、ね、本当にこんな方いるんだって感じですよね、うん、もう何もノイズがないというかピカピカですよね。ピカ、本当にもう美容医療のおかげです。はい、でもこう今全然こうシミがないようにお見受けするけど、まあ、これはだからやっぱ努力でこういう肌が手に入れられるってことですね。もともと荒れやすいとかはあったんですか。そうですね、10代の頃は本当にニキビで悩んでいて、で、まあ、その時期が一旦落ち着いてからもニキビの色素沈着とかなんとなくこう赤みっぽかったりとかっていうのが本当にここ最近1年2年前ぐらいですかね、まだ続いてたんですけど、やっぱりフォトを受けるとそれが一掃される感じで、実際竹内さんって施術をすることもあるわけじゃないですか、はい、患者さんお客様にこうどういう方にフォトがおすすめとか、あるいは逆にこういう方にはあまり向かないっていうのはありますか。
そうですね、まあ、ちょうど今の時期とかで言うとやっぱり日焼けされている方は、まあ、色味にもよるんですけど照射をお断りする場合が、はい、ありますね。どうしても焼け玉リスクが上がってしまったりとかするので、うんうんうん、あとは紫外線対策がバッチリできないっていう方だと厳しいかなと思います。逆に日頃からすごいもうバッチリの紫外線対策でっていう方とかだとやっぱり効果も実感しやすかったりですとか、一回こう消えたシミとかも再発しにくくなるかなとは思うので、まあ、そういった点では紫外線対策は本当に美容医療と同じぐらい重要かなと思います。なるほど。じゃあそれをしてこそのフォトの効果が出せるってことですね。そうですね。竹内さん、2つ目教えていただけますか。はい、2つ目はシミ取りレーザーですね。シミあったんですか。そうですね、入社した時は結構シミとかそばかすがこの辺りにすごく多くって、で、まあ、いろんな治療を試したりとか、ホームケアとかもやってみたんですけど、やっぱり美容医療レーザーに勝てるものはないかなと思ってシミ取りレーザーを受けたら、本当にもう打ったところが全部綺麗になって、それだけでもやっぱりお肌って白く見えるなというふうには実感しましたね。ちなみにシミ取りレーザーってちょっとやっぱダウンタイムがあったり、あとこう色素沈着のリスクとかもあるにはあるじゃないですか。こうそれはどうでした、実際受けてみていかがでした。そうですね、受けてみて鏡を見たら本当にこれ綺麗になるのかなって心配になるぐらいすごい真っ黒になったんですけど、最初は、でもそれがこう綺麗に剥がれ落ちて、こう新しい自分の肌を見た時にもうこれはもうちゃんと守っていこうって思って、結構そのシミ取りレーザーを受けたのがきっかけで紫外線対策を本当に力入れるようになりましたね。なんかミス SBC のあの動画私もあの見ましたけど、すごい紫外線の対策されてましたもんね。そうですね、完全防備でね。例えばちょっと洗濯物を干すとか、なんかこう観葉植物になんか水をあげるとかっていう、本当にちょっとした時間でもこう窓際に近づいたりとか、ちょっとでも紫外線浴びるってなるときはもう本当に帽子かぶって、あの紫外線対策のマスクをつけてっていう感じで、多分もうここ何年も紫外線浴びてないような気がしますそっか、じゃあやっぱり、はい、まあでも努力がね、特にシミってやっぱり努力が必要な、はい、カテゴリーではありますよね。そうですね、せっかくレーザーで撮ってもやっぱりまた再発してきますしね。そうですね、まあ、お客様にも説明するときは、あの歯医者さんと一緒で虫歯の治療したからといって毎日自宅で歯磨きしなくてもいいよっていうふうにはならないのと一緒で、一回シミを取ってもやっぱりシミができる習慣がこう直せていなかったらまたシミができてしまいますよっていうのをお話しすると、結構お客様もあ、なるほどねみたいな感じで、わかりやすいですね。はい、ちなみにこう肌がすごいつるんピカンってしてるんですけど、これはどういう治療で今までご経験があるんですか。でも本当に私は美容医療を受けるのが好きなので、はい、もう顔が一つじゃ足りないぐらいもうやりたい治療がいっぱいあるんですけ ど、でもやっぱり良かったなって思うのがそのフォトダブルと、うん、あとは多分今このツヤっとしてる感じはボトックスかなと思います、うん。じゃあ3つ目はボトックスということですかね。そうですね、そうするとボトックスです。おちなみにどこにボトックスを受けていらっしゃるんですか。はい、多分湘南のメニューでいうと中顔面っていうメニューになるかなというふうに思うんですが、うん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 、私は毎年夏が来る前にこの頬のところとあと額ですねにあのボトックスを広い範囲で打ってます。そっか、いわゆるボトックスのこうシワを止めるっていうよりはこう表面にボトックスを打って、うん、皮脂の分泌をこう減らして、はい、肌にちょっとこう引き締め作用とこうテカリがなくなる感じで、それで肌質改善ってイメージですね、ボトックスのね。あの監督、はい、うちで中顔面ボトックスってメニューがあるんですよ、はい、あんまりこのチャンネルで私 そんなに紹介してこなかったんですけど、はい、結構竹内さんのような美容マニアの方には定評があって、結構ね、あのね、ここの頬の範囲に浅く細かくボトックス打つんですよ。あ、そう、じゃあ動きは止めないってことですか。そう、なんかね、深く針を刺して薬入れちゃうとこの辺の筋肉って笑ったりするときに使う筋肉なので表情が硬くなっちゃうんですけど、あのマイクロボトックスとかスキンボトックスって言われるような感じで肌の、ね、引き締め作用とあと毛穴が縮小してですね、すごく
化粧のりとかも良くなりますよね。そうですね、本当に毛穴がつるっとするとしますよね。あとはやっぱり汗とか皮脂が止まるので、うん、朝メイクした状態が夕方まで本当に続く、メイク崩れが全然しなくなりました。額も少しこう浅く打つと同じような効果が出せたりするし、あとは少しご予算ある方だと女優注射でやっていただくと、女優注射にボトックスが入ってるので、はい、まさにそういうマイクロボトックスみたいな作用が出て肌質改善にもなるかなと、はい、ちなみにこのチャンネルって見ていただけてますか？もう全然見てます。ありがとうございます、はい、どういうあのコンテンツがお好きとかありますか？そうですね、私が好きなのは例えば女優注射 の、 あのネーミングの裏側だったりとか、まあ、どうしてこうポテンツァじゃなくてうちにはシルファームを導入しているのかみたいな、そういう治療の裏側を見れる動画がすごく好きですね。へー、はい、それはなんでですか？やっぱり私たちってこうマニュアルに書いてあることはちゃんと網羅して勉強はするんですけど、そういうなんかこの治療がうちに導入されるまでにこう至った経緯とかって現場まではなかなか降りてこなくって、やっぱりそういうのが知れると自分たちがこう毎日やってる治療にもすごく愛着が湧いてくるなっていうふうに思って、はい、そういうのが好きですね。わー、嬉しい。監督、はい、ちょっとなんかこの3年間頑張ってきてよかったなと思いますよね。本当に思います。なんかこうやっぱ社内のこう美容が好きなやっぱりスタッフさんとか、あるいは同業者の方とかに、このチャンネル見てますって言われると、やっぱりなんかこう自信をね、持てますよね。はい。ああ、嬉しい。ちょっと引き続きですね、ご出演いただければと思いますので。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最後に、ちょっとアップで撮ってみてもいいですか？ちょっと呼びで。本当に綺麗。本当に、もう何も、すごい。ちょっとこれを見てほしくて、ちょっとあの寄りのカットを撮っちゃいました。大丈夫ですかね？すごい綺麗です。では本日は10歳若返り YouTube チャンネルで竹内さんのですね、お気に入りの美肌治療3つご紹介いただきました。あのぜひですね、竹内さんにこんなことを話してほしいとか質問があるよみたいなことがありましたら、温かいコメントをですね、 YouTube にぜひあの書いていただけますと嬉しいです。では今日もご視聴ありがとうございました。